しいな。池田隼人、例の池田隼人氏のブログ。池田隼人って何やっけ。ブロガーやがな、プロブロガーやがな、池田隼人氏と、なんか兄弟でな、この人なんかイベントに参加してなんか講演会みたいなしてきたらしくて、兄弟、兄弟、京都大学ね。で、京都大学に、京都大学を出て大企業に就職とか何考えてるんですかみたいな、この人まあこういうちょっと挑戦的な言い方をするのよ必ずや。京都大学に出て、京都大学を出て大きい会社に就職するなんて何考えてるんですかと。あ、はいはい、アホかっていう、アホかっていう意味。あ、はいはいはい。でなんか、まあパート読むとね、なんかまあ企業性みたいなこと言うてんねん、もう、ホリエモンとかも言いがちだ。で、なんかアメリカではね、なんかいい大学に行くと、例えば僕、Google に就職するんですって言ったら、うわ、こいつ企業に失敗したんやって思われんねんて。嘘やん。え、うわ、恥ずかしいみたいな。まあ、めっちゃええ大学に行ってたらね。みたいな感覚が日本には全くないと。兄弟、兄弟って言ったらすごいやんか。行って、就職すんのみたいな感覚が、まだある、まだあるじゃないわ。池田隼人氏の中にはあるっていう話をしたんだよっていう。あなた優秀なんだから自分で環境作った方が早くない？今日死ぬかもよみたいなことを言うてましたよ。どうですか？まあ。でね、企業が大げさやったら、企業、まあ企業っていうのはちょっと大業やと。で、感じる人はベンチャーとか、地方の中小企業とか、そういうとこに就職してくださいと。なんとなく大企業に、埋没するのはダメです。総合職とか本当何言ってるのって言ってる。え？まあでも言いがちよね。みんな。なんで、まあ埋没するなってことでしょ、だからそんな。せっかくいい優秀な頭脳持ってんのに、大きな会社で、京大の学生さん、あなたたち何の考えもなしに、とりあえず大企業に入りたいとか、ちょっとおかしいですよ、と。日本全体で見たら、どう考えてもエリート中のエリートですよ、と、あなたたち。なんで大企業に入って自分を埋没させるんですか、と。学びと人脈を得るため、とか口答えするかもしれませんが、そんなものは大企業に入らなくても得られます。起業した方がよっぽど学べますし、人脈も広がります。自分でやった方が学べることはあなたたちよく知ってるでしょうと、みたいなこと言いますよ。で、大体教師のかもしれない人生においても、これはちょっと言い過ぎやけど、なんでわざわざ遠回りするんだと、なんで独身の優秀なあなたたちが平野サラリーマンになりたいのか理解に苦しむと言ってますよ。まあ確かに兄弟から大きいね会社トヨタに入ったってさ、まあ上層部につけるのは20年後30年後ですからね。まあまあ確かに中小企業入ったらね、つかまあまあそうか、ちょっと中小企業で経験さえ積んで2、3年後には社長っていうこともまあ確かにあり得るわね。まあでもちょっとこの平野サラリーマンになりたいとか、まあちょっとまあ分かっててやろうけど、まあ言い方は極端ですけどね、この人はね。まあこうそういう風にしたいんやろうけどな、なんか極端なこと言ってちょっとこう物議を醸したいんやろうけどな。完全にそうだよね、炎上目的のアドセンスで儲けないとダメですからね、この人たちは。まあなんか俺もそういうことしてしまいがちやから、やっぱこう伝えようと思うとさ、やっぱインパクトがいるやん。ちょっと極端なトゲのある剣のある言い方、インパクトがあることを言うとさ、やっぱこう論理に破綻が起こるというかさ、それを引き換えにね、そのインパクトと引き換えにね、ってなるから、なんか細かいその論理的な破綻とかさ、おかしいことに多分突っ込んでもあんまり多分意味がないんやろうけど、まあでもね、どういうことを結局なんで就職したらあかんの。いやだからこう埋没させるなっていう話でしょ。なんか千分の一になって、もっとか、一万分の一になってっていう、めちゃめちゃ優秀なおつむ持っとるんやから、そんな千分の一になるなっちゅうことやな、多分ここに書いておるのは。もうだって二十歳、二十二、二十三やし、そんなわざわざ遠回りせんでもええやんけと。前提としてお前たちは賢いんやから、エリート中のエリートなんやから、まあ確かに兄弟なんかそらそうやわね。もったいないぜ。スタンフォードあたりだと、Google に行くという学生に対して、企業に失敗したの？という眼差しが向けられるとか。日本では、ここすごいですよ。慶応の SFC ね。の一部のコミュニティにおいても同様の空気はありそうです。ありそう。実は素晴らしいことだと。実に素晴らしいことだと思いますと。SFC は、そんなんみたいな。Google に就職するって言ったら、企業に失敗したらクスクスクスみたいな。それだって、一部のコミュニティって言い出したら、どこでもあるやろ。どこでもあるな。なんか前、みんな起業しようぜって、言うところやったら、10人の集団で、9人起業して1人 Google 行くって言ったら、お前、プププって、まあなるわな。
いやまあなー、これでもまあこういう論調にさ、コンシャスラジオ結構いつも食いついてきたやんか、うん、ホリエモンしかり、うん、ペティタミコさんしかり、うん、なんかな、ちょっと話ずれるんやけど、うん、最近よくサッカーの動画とかをサクサクっていうバイラルメディアが面白いから、うん、よう見てるんやけど、うん、ネイマールスーパープレイ集とか、うん、なんかメッシの神業集めましたみたいな、うん、みんなそんな動画作るからね、まあ、メッシとか そんなレベルまでいかんくても、例えば、ね、中村俊輔プレイ集みたいなのを見とって、まあ俺なんかでもずっとサッカーやってきてさ、うん、まあ、男の子生まれたらね、もしサッカーやらしたいなとも思うし、別に無理はせえへんさせへんけどって思った時に、やっぱ本当に大事なのってほんまに個人技やなと思うよ。おけどやっぱり小学校の時って個人技を磨けば磨くほどやっかむ、もっとチームプレー、組織に徹しろとか自己中みたいな、なんかそういう自己中プレイヤーみたいな。けど俺のしんどい時に局面を脱出するのって、結局メッシとかネイマールとかも全部自分でやっててゴール入れる人なんよ。まあそりゃそうやな、もうそっちの方が絶対いいし、いやそれだけじゃあかんから組織を考えるよ、いろんなフォーメーション組んだり。けどそんなもんね、特にプロレベルになるなんて考えたら絶対個人技の方がもう大事なんよ。そんななんかチームで力を合わせてみたいな、そんなチームなんて、しかも小学校のチームなんか小学校で終わるし、中学校のチームなんか中学校で終わるし、その度に監督も変わるしってなったら、もう個人技をとにかくドリブルを磨くとか、シュートを磨くとか、背高いからヘディングだけは負けへんとか、とかの方が絶対大事やっていう、まあ論調にも確かに最近はなってきてんねん。昔はさ、そんななんかその個人でどうのこうのみたいなのは教育としてはおかしいと、やっぱしなってたんやけど、まあ俺も見とって本当にまあ思うよね、サッカーを見てるとね。けどまあ俺はそういうホリエモンのしかり、池田隼人氏しかり、この起業しろみたいなとか、ペティタミコさんみたいに好きなことやれっていうのに基本的には反対やっていうことをずっと言ってたんやけども、ベースとしてなぜなら言わんでもやるやつはやるし、そんなんで、あ、やろうかなっていうぐらい の中途半端なモチベーションでもやらん方がいいし、って思ってたんやけど、うん、なんかホリエモンの時に、まあ、結論は出たかなっていう気はするけどね、ほっといても確かにみんなせえへん方が多いからっていう、だから池田隼人氏にしても、ホリエモンにしても、まあちょっとこう、挑戦的なんで、まあ若い面をもうちょっと育てたいなみたいなのがあるんかなっていう気はしてるけど、どうですか？いや、そらホリエモンだって池田隼人だってさ、こんなこと言ってさ、みんなが起業して成功するやつなんか、ほんま一部、ほんの一部でしかないことなんか、もうええ大人なんか分かってるわけやんか。そんな、起業した方がええのって言って、みんなが起業してさ、成功するやつなんかそんなおれへんやんか。これ誰に向けて言ってんのっていうことな気がするけど、そのさっきのアメヤンが言ってたのと同じで、まあそもそも、この、この文部科学省的教育プログラムみたいなやつに、割とそれの、一番上手いことやった人たちやんか。兄弟はね。で、そんな言うなれば、サッカーで、組織プレーばっかりやらされてる人たち。ああ、どっちかやからね。だから、いざ一人でガッて行かなあかん時の個人技みたいなのは弱い人たちやから、多分ね。そういう人たちに対して、やりなさいって言ったって、いやいや、そもそもこの人が受けて、この人をたちをエリートって言うんであれば、この人たちは何においてのエリートかというと、部品として最も優秀な部品ですよと。そうやな、大企業に勤めるにふさわしい人たちやからな、確かにね。むしろだから、意味がないっていう話やと思うにするんやけど、そうそうにするんやけど、時にでもさ、この京大行ってようが東大行ってようが、まあ当たり前やけど、そういう人じゃなくて、まあ堀江もんだって東大出身やしね。アホかと、何を言うとんねんと、何が右にならんやねんと、しゃらくせえと、って言ってる人たちもやっぱいて、そういうやっぱとんがった人たちっていうのは、別にその、ある種学校教育で、その角を潰されなかった人たちっていうのがいるやん。そうやな。で、こういう人たちは、京大ですごい頭が良くて、それを使ってなんかうまいことやるやん。その、ホリエモンとかが東大出身を生かして、まあいろいろこう、勉強を受けてたと。東大なんか、こんな楽なもあらへんわって、使うとこは使うみたいな。そうやな。ほんで、京大も同じように、多分そういう人もいるやん。おるやろな、東大。で、まあ研究で、やっぱ京大で研究して、その後こう、産学連携とかしてやっていこうとか、まあいろいろやってる人たちはいるやん。で、やっぱそういう人たちは、やるやん。やるな。ほっといて。言われんでもやる。ほんで、
そうじゃない、そのとにかく頑張って学校の勉強をしてきて、うん、先生の言うことよく聞いて、先生の言う通り頑張ってきて、予備校の先生でもいいけどね、うんうんうん、あのなんかその傾向と対策を頑張って必死こえてやって、はい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 、入りましたなんとか兄弟にみたいな人に、あの自分の頭で考えて、うん、今日あのベンチャーな企業生って、うん、お前言われて間違えててたんじゃねえ、うん、ね、その気はするけど ね、 なるほどね。あのいやそういったらもう小学校とか中学校とかに、うん、の小学校ぐらいがいいかなとかに私塾でもそうそう作って、うん、あの学校教育なんか信用すんなと、うん、そうやな。で、まあ、俺も基本的に文部科学省嫌いやから、こういう、うん、あの文部科学省的教育プログラムがあんまり信用してないからこういう言い方になるのかもしれないけど、うんうん、なんか大学になってさ今更そんな言われたってもうそうやな、遅いよな、遅いでっていう。で SFC 一部のコミュニティにそういうのがあるって、うんうん、いやまあそういう人たちなんやろっていう、その人たち SFC がね、そうそう、まさにね、SFC に入って俺らはちょっとそういう、キューちゃんがいる、あキューちゃんそうやったっけ大企業行ってそういうのじゃないんだと、うんうん、っていう人たちがそのコミュニティの中で大企業行くっていうやつを、うん、ああバカじゃないのって言ってるっていうのは、そうやな、なんかベースずれてるやん、うん、そうやな確かにね、うん、でももしアメリカでそんなことなんか会話があるかって言われたら俺もなんかそれも一部の話を切り取ってる気がするけどそうやな、まあ、あるとしたらそれはやっぱやからな、アメリカ人も基本的にはアメリカの中でそういうそのシリコンバレー的、うん、この生き方というかその自分で会社作ってやって、うん、エグジットして大金持ちになるんだっていうことを信奉してるある流派の人たちの話やんか、うん、そうそうやわな、うん、なんか何言ってるか今一度よく分かんないけどね、うん、でちょっと僕池田隼人さんハヤティ会のことをよく知らないから、うん、なんかちょっとよく分からないけど、まあハヤティはでもね、うん、そんなあだ名ないんやけどまあ面白いけどね、俺よく読んでるけどね、あそうね、うん、まあまあまあ、でも今風やわ、あそう、うん、でもあのこの高知に移り住んでこのブログのね、タイトルをまだ東京で消耗しているのっていう、まあなかなか挑戦的なタイトルですけど、うん、とかは、でもなんかまあ憧れるよ、やっぱしなんか、これはこれで一つ、分かってたけど、あるよな、で、でも形にするってやっぱなかなか難しいやんか、とはいえ。それで生活レベルというかその収入もその分必要ないしさ、俺もほんまそれはでも、ほんまに思うよね。なんか糸井重里とかも京都の山奥で仕事あったら東京に出てきてみたいな感じでしょ、あそうなんや、うん、東京におる意味もさ、うん、仕事さえなんとかなるんやったら別にほんまないやんか、絶対求められてる人の方が少ないでしょ、そんなタレントとかさ、うん、思いっきりマスメディア関係とかって別やけどさ、なんかまあそんなんもまあなんかあのいろいろインスピレーションはこう与えてくれる人ではあるけど、まああのいろいろまあ、わざとステマでやってますから、うん、あのまあ、こんな挑戦的なパテナがつくような記事内容は、まあ、時にありますわね、うんうん、そのやってるその実際にこう高知に引っ越しさんなんやろ、うん、多分高知に、うん、どうのゆでんやろ、うん、高知に引っ越して、うん、なんていうの生きていけてるっていう、でそれをこういう生き方もありますっていう、うん、提示をしてるっていうのをやってるって偉いよね、やっぱね、それがなかなかできへんもん、うん、そう俺が確かもまあ若くしてさ、うん、糸井重里はもう莫大に金があるからさできるけどさ、すごいよね、うん、すごいなと思うよね、実際に羨ましい、うん、お誕生日